横浜ホンキートンクブルース。だね、できる
練習をしてしてないのに。じゃあ、ちょっと注意して、はい、宮田さん、今年の抱負は何かありますか？痩せることです。そうですね、去年痩せることですよね。1月からね、去年の1月から、92キロあった体をダイエットしようと思って、まあエステ旦那さんにもこれ今日介護俺したくない。